雲の糸。作芥川龍之介。語り、岩本さより。ある日のことでございます。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵を、一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花は、 みんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なくあたりへ溢れております。極楽は、ちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様は、その池の淵にお佇みになって、水の表を覆っているハスの葉の間から、ふと、 下の様子をご覧になりました。この極楽の波水池の下は、ちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して、三頭の川や、針の山の景色が、ちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に、神田田という男が一人、 他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時、この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹、 ロバ端を張っていくのが見えました。そこでカンダタは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。 お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田タには、雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そして、それだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、極楽の雲が一匹。 美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その蜘蛛の糸をそっとお手におとりになって、玉のような白蓮の間から、遥か下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。 何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上、あたりは墓のようにしんと沈まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これは、 ここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですから、さすが大泥棒の神田タも、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙津のように、ただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。 何気なく神田田が頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から、銀色の雲の糸が、まるで一目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れて参るのではございませんか。神田田はこれを見ると、思わず手を打って喜びました。 この糸にすがりついてどこまでも登っていけば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神田タは早速、その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、 一生懸命に、上へ、上へとたぐり登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田田もくたびれて、もう、 人たぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。 それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも案外わけがないかもしれません。神田タは両手を雲の糸に絡みながらここへ来てから何年にも出したことのない声でしめたしめたと笑いました。ところがふと気がつきますと 雲の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけてまるでありの行列のようにやはり上へ、上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田タはこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとでしばらくはただ馬鹿のように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな この細い雲の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういううちにも、罪人たちは何百となく、何千となく、 真っ暗な血の池の底から、うようよと這い上がって、細く光っている雲の糸を、一列になりながら、せっせと登って参ります。今のうちにどうにかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて、落ちてしまうのに違いありません。そこで、神田タは大きな声を出して、こら、罪人どもこの雲の糸は俺のものだぞ お前たちは一体誰に聞いて登ってきた降りろ降りろとわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が、急にんだたのぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですから、んだたもたまりません。あっという間もなく風を切って、 コマのようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ、真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ、極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、 この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田タが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶら終わる気になり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田タの無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、 お釈迦様のお目から見ると、あさましくおぼしめされたのでございましょう。しかし、極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓弱いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りに、ゆらゆら腕でなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、 絶え間なくあたりへ溢れております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。